本日は自律神経を調整して快眠を誘うストレッチ、これをやっていきましょう。呼吸法を意識した静的なストレッチ、これを行っていただくことによって寝つきが良くなり、そして睡眠中も深い眠りに入ることができます。深い眠りに入るということは、それだけ疲労回復の効果も高くなります。翌朝のスッキリ具合も違いますし、しっかりと走れる体に回復させることができます。今回はたった10分間だけストレッチをすれば、自律神経が整い快眠することができるでしょう。今回のストレッチはベッドの上でできますので、終わった後はストンと寝落ちしてみてください。ストレッチ中の注意点は、大きく深い呼吸を意識することです。そして痛いではなく、気持ちがいいところでストレッチは止めておきましょう。そうすることによって自律神経がより整いやすくなって、リラックスして眠りに入りやすくなります。照明や香りを使える方は、ぜひそのあたりも整えた上で今からストレッチスタートしていきましょう。それでは始めていきましょう。すぐに眠りに入れるように環境を整えた上でストレッチを行っていきます。ストレッチ中は呼吸を大きく深く行ってくださいね。それではスタートしていきます。まずは四つ這いになっていただいて、手を斜め前に伸ばしましょう。このお尻を後ろに引きます。背中周りを伸ばしていきましょう。1分間伸ばしていきます。手を遠くに伸ばしてお尻を後ろに引きましょう。肘とお尻を引っ張り合うイメージですね。ストレッチは鼻から息を吸い込んで、できるだけ吐く息を長く、呼吸はふーっと吐くのではなくて、はーっと吐くことによってよりリラックスできます。今回は60秒でストレッチ止めますが、長くやりたいという方はそれ以上伸ばしていただいても構いません。鼻から息を吸って、大きく息を吐きましょう。もう一度息を吸って、息を吐きます。OK です。ではお尻を戻して、次は反対も同じように手を対角線に伸ばしてお尻を後ろに引いていきます。ここから1分間。睡眠を誘うコツは、痛みが出ない気持ちのいいところでストレッチを止めてあげるのが一番です。鼻から息を大きく吸って、ふーではなくて、はーっと言いながら息を吐きましょう。鼻から大きく息を吸い込んで、口からしっかりと息を長く吐くことがポイントです。今伸びているのは背中の広背筋ですね。大きな筋肉になりますので、伸ばしてあげるとよりリラックス効果が働きます。ストレッチ中は今日起きた嫌なこととかはあまりね、思い出さないようにしてくださいね。はい、 OK です。では背中を伸ばしたら、次は座って足を伸ばしましょう。片足を伸ばして片足曲げて、このまま体を股関節から前に倒していきます。ここから1分間、手を遠くに伸ばしてたくさん引っ張るのではなくて、気持ちのいいところでできるだけリラックスをさせられるようにストレッチを行ってください。皆さん、呼吸は大丈夫ですか？鼻から息を吸って、口から息を吐くことによって、膝の裏、疲れがたまりやすい膝裏やハムストリングスですね、ランニングでたくさんハムストリングスを使います。ここを伸ばしていきます。眠る前は伸ばすことも大事ですが、リラックスすること、これが大事です。なのでストレッチをしながらリラックスをする、これが大事です。なので先ほども言いましたが、今日起きた嫌なことであったりとか、明日のことはなるべく考えずに、頭の中を空っぽにしてあげてください。はい、 OK です。では足を入れ替えて反対側ですね。反対の足を伸ばして、同じように体の付け根、股関節から折り曲がりましょう。ももの上に手を置きます。もうちょっといけるなという方でもね、あくまでリラックスメインです。鼻からしっかり息を吸って、息をしっかりと吐いてあげましょう。ポイントは足の付け根から倒れることです。
目をねつむってあげる方が余計な視覚情報が入ってこないので、目をつむってあげるとよりリラックスができるんじゃないかなと思います。伸びている場所は膝裏、そしてハムストリングス、ランニングでたくさん使うところですね。頑張ったねと言いながら伸ばしてあげるといいんじゃないかなと思います。OK です。では仰向けに寝転んでいきましょう。仰向けに寝転ぶときは枕の上に寝転びます。このまま仰向けに寝転んでいただいて、足を片方持ち上げて、その足を反対側に投げ出しましょう。お尻の筋肉や体をねじりますので、胸周りのねじる筋肉、胸周りやお尻周りを伸ばすことができます。これも今から30秒いきましょう。寝転んでるときはね、より神経がねリラックスできますので、その勢いで鼻から息を吸って、息を口から長く吐きます。お尻周り、脇腹周りが伸びていれば OK です。中にはね、寝転びながらリラックスしすぎて眠る方もいらっしゃると思います。それはそれで全然 OK です。呼吸というのはね、自律神経をコントロールできる唯一の行動です。しっかりと呼吸を行いましょう。鼻から息を吸って、息を吐きましょう。 OK、 では足を戻して、反対側ですね、足を持ち上げて反対側に倒します。反対側に倒して、お尻周りであったり脇腹周り伸ばしていきましょう。ここから1分間、照明が眩しいなと感じる方は照明を消していただいても構いません。さあ皆さん、左右比較してみてね、どちらが硬いかなっていうのもね、なんとなく感じると思います。硬い方はね、より使っている場所であったり、より固まっている場所なので、そのあたりは重点的にね意識して伸ばしましょう。ただね、一番大事なのは今はリラックスです。鼻から息を吸って、口から長く吐きましょう。はい、 OK です。では膝を曲げて、この膝の上にかかとを乗せます。そのまま足を一気に持ち上げて4の字ストレッチですね。お尻周りも伸ばせます。鼻から息を吸いながら吐きましょう。ここから60秒です。足を抱えて自分の体の方に引き寄せることによって、引っ掛けてる足のお尻周りですね、お尻はランニング中にたくさん使っています。今日ね、走って頑張ってトレーニングしたからのは、しっかりここを伸ばしてあげましょう。さあ皆さん、呼吸を忘れずに鼻から息を吸って、息を吐きましょう。息を吸って、息を吐きます。OK です。では足を同じように入れ替えて、かかとを乗せましょう。かかとを乗せたら足を持ち上げて、ご自分の方に引き寄せていきます。これを1分間いきます。さあ左右差がある方、硬い方は特に意識をしながらしっかり伸ばしてあげましょう。鼻から息を吸って、口から大きく息を、
余裕があるなという方は少しだけ自分の体の方に足を引き寄せます。あくまでもリラックスメインということを忘れずに。痛いところまでは行かないようにしましょう。はい、OK です。ではストレッチはこれで終了。あとは呼吸法になります。手足を伸ばして手のひらは上に向けましょう。目線を上に向けて軽く目をつむります。ここから鼻から息を大きく吸って、口から長い息や、2分間この呼吸を繰り返します。イメージは息を吐いていくときに体が下にぐーっと沈み込んでいくイメージです。鼻から息を吸って、吐く息で体をベッドに沈めていきます。うとうとうとしてくるのではそのまま寝落ちしても全然大丈夫ですよ。鼻から息を吸って、口から温かい息を吐くイメージで、OK です。2分経ちましたが、まだ続けたい気持ちいいという方はそのまま続けていきましょう。一旦これで切ります。お疲れ様でした。いかがでしょうか。今頭がねぼーっとしたりとか気持ちいいってなっている方はね、しっかりと副交感神経が刺激されている証拠です。最後のね呼吸法を長く続けていただければ、より副交感神経が刺激されて体疲れ取りやすくなりますので、呼吸法はね長く長く行ってください。夏の疲れが溜まりやすい時期は睡眠がとても大事です。そして入眠に入る前、これがね非常に大事です。このストレッチ、眠る前に毎日続けていただいて、翌日も元気な体を手に入れるようにしましょう。それでは今日の動画はこれまでです。皆さんしっかり眠って、また明日から練習頑張りましょう。おやすみなさい。バイバイ。